こんばんは、ゲームやわだ。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容のシミュレートを行っていく。毎月1日、15日更新。前編、後編合わせて、毎回約30分を予定しておる。これが当動画に課せられた任務だ。それでは引き続き、第19回、メタルギアソリッド2、サンズ・オブ・リバティ、後編を見てくれたまえ。まだ前編をご覧になっていない方は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、先にそちらからご覧いただければ幸いです。こんばんは。よろしくお願いいたします。それでは二つ目のテーマはこちら。テーマ2、それぞれの戦う理由。僕は何のために？スネークは何のために？前作、メタルギアソリッドの主要テーマの一つ。スネークは一体何のために戦っているのか。当作の若き主人公ライデンにも、任務を通じて、同じ問いが突きつけられることになります。一方のスネークは、前作の戦いを通じて、自分なりの答えを手繰り寄せ、ライデンの一周先を、すでに走り抜けようとしています。当作の登場人物たちにとって、戦い続けることは、彼らの存在理由を証明するための手段でもあります。あいにく地獄が満員でな。まるで、自分が地獄に落ちるべき存在であることを、自覚しているかのようなセリフ。バンプは、幼い頃に、業界で爆弾テロに遭遇し、家族を失い、業界の十字架が胸に突き刺さったまま瓦礫に埋もれ、自分と家族の血を舐めて、生き延びたという過去を持つ人物です。皮肉なことに、彼は教会で神に祈りを捧げているさなか、地獄に突き落とされてしまいました。胸に十字架が突き刺さるというエピソードは、彼が神から見放された存在であることの、メタファーではないかと思います。その絶望的な体験を経て、彼はヴァンパイアという悪魔的なものに、身をやつすことになります。そして、バンプと行動を共にする、デッドセル元リーダーのフォーチュン。彼女もまた、タンカー沈没事件をきっかけに、家族を次々と失う不幸に見舞われ、死ねない女として、自らが望んでいない幸運に絶望する人物です。デッドセルは、ジョージ・シアーズの失脚に伴い、愛国者の暴虐により、夫である元リーダーも含め、収賄という社会的汚名を背負うことになります。彼らの戦う理由、彼らが絶望の中で生き続ける理由は、自らの存在を否定した愛国者や社会の人々に対する、あるいは自らの運命に対する、一種の抵抗であり、復讐でもあります。それが、彼らが地獄の底で選び取った、最後の手段でした。ファットマンは、時計職人の子供として生まれ、両親に構ってもらえず、友達もない中で、孤独な幼少時代を過ごしました。そんな中、時計などの機械に思い入れを抱くようになり、わずか10歳の時に、彼の数少ない成功体験とも言える、原爆の組み立てに成功します。その唯一の成功体験を心の拠り所として、極端な執着心と自己陶酔を伴って、彼は自らの自尊心を肥大化させていくことになります。彼が自分の指に見とれ、爆弾をパーティーと呼び、ワイングラスを手にしているのは、その自己陶酔を表しているのではないかと思います。自分に酔いしれる彼は、俺こそが爆弾界のトップだと言って、ワイングラスを頭上に掲げますが、お前はただの犯罪者だというライデンの言葉によって、心地よい酔いから覚め、自己陶酔の象徴とも言うべきグラスを、地面に叩きつけ、粉々に砕きます。そして、爆弾に対する執着心は、やがて妬みとなって、爆弾解体のあらゆる教本に掲載され、人々の尊敬を集める、スケルマンに向けられることになります。当のスケルマンに対する人々の尊敬は、彼の偽りの姿によって成り立っていたというのは、なんとも皮肉な話です。あえてシンプルに考えれば、彼の精神性は、大きな音を立てて、周囲の気を引こうとする、幼い少年のままだったのかもしれません。私は地獄に落ち、でも、あの子だけ
当作の登場人物たちの多くは、地獄の底を這うようにして生きています。当作以降、その地獄の描写は、ますます苛烈なものとなり、娯楽性に溢れた作品でありながらも、プレイヤーは、目を背けたくなる何かを、頭の中で想像することになります。まだ一度も抱いたことのない我が子を守るために、家族同然の仲間を裏切り、彼女はその報いを、自らの意思で受けることを選びました。彼女の死は、とても残酷に描写されていますが、それは、彼女が血を吐くような葛藤の末に背負った、あまりにも大きな代償の現れなのかもしれません。私はリキッドとは違う。前作で語られていた、リキッドの戦う理由は、ビッグボスの意志を継ぎ、父を超えるという思いとともに、戦士としての存在理由をかけた戦いでした。一方のソリダスもまた、クローンであるために、こうなすことができないという、抗いようのない運命を抱え、ビッグボスに対する執着心を隠そうとしません。リキッドは、世界に混沌をもたらすことで、自分たちのような戦士が必要とされる世界を、作り上げようとしていたのに対し、ソリダスは、愛国者たちを葬り、情報統制から人々を解放し、自由と権利と機会を取り戻し、歴史に名を残すことで、自らの運命を乗り越えようとしています。彼の目的は、生きた証を残さんとする、生物学的本能を補填する、自らの欲求とともに、それさえも奪おうとする、愛国者たちを倒すことにより、そこに人々が解放されるという結果が付随し、様々な思いが、分かち難く強固に結びついています。ジャック、お前もこの私を倒し過去を清算しない限り、今の螺旋から抜け出すことはできんのだ。そして、彼の行動原理の根幹には、このセリフからも伺えるように、こうなすことができないものとして、自らを作り出した愛国者たちに対し、蹴りをつけたいという思いがあるようです。彼らとの協力はシミュレーションには入っておらん、不確定要素だ。シミュレーションという言葉には、模擬実験や模擬訓練という意味もあるそうですが、たった一つの単語で、この物語の本質を見事に示唆し、ライデンはその無機質な言葉に、引っかかりを覚えるようになります。ライデンは、多くの場面で、弱音や不安を口にしますが、その一方で、物事の本質を見抜く力を備えた人物でもあります。これまで任務を遂行して感じる。使命感だけでは、スニーキングミッションは達成できない。単にタフなだけでは。ジャック、大丈夫？それ以上に崇高な何か、そう。的確な言葉が見当たらないが、例えば、勇気や理想に裏付けされた強い意志が必要だ。思い起こされる、グレイフォックスがスネークに残した言葉、意志の力。ここでライデンは、懸命に言葉を探しながら、意志という言葉を、自分の力で手繰り寄せました。彼はある意味、すでに答えにたどり着いていますが、まだそれを、実感として確信することができないでいます。信じるものは自分で探せ。人間の成長には、言葉や思念だけではなく、ロールプレイングゲームと同じように、常に行動と経験が必要なのかもしれません。俺は任務でここにいる。自らの意思ではない。できれば今すぐにでもここから逃げたい。4年前の俺もそう思っていた。アラスカの僻地で自分の殻に閉じこもって、酔っ払っていた。スネークは自らの体験を通じて、図らずも、ライデンの現状を示唆しています。しかし、今も、何も変わってない。俺たちの過去を黙認してくれるのは、やはり闇の世界しかなかった。この世で一番憎むべきもの、それは自分の過去だ。誰にも知られたくはなかった。ロース、君と過ごした2年間は、本当に楽しかった。ジャック。でも、そこまでだ。それ以上は踏み込めない。後に、無線を通じて会話を交わしていたローズは、AI であることが明らかになりますが、なぜ AI であるローズは、ライデンとの身の上話を、たびたび持ちかけてくるのか。すべては、この恐るべき場面のために、仕組まれていたことでした。大佐も含め、ローズのライデンに対するアプローチは、一種の洗脳行為そのものです。思えば、ローズも大佐も、
ライデンが問題の本質に手を伸ばそうとするたびに、やれ落ち着けだの、やれ気にするなだのと言って、話題を本質からそらそうとしていました。そして、二人だけの共有事項を提示し、自分の秘密を打ち明け、相手の弱みを引き出し、懐柔し、なだめすかしながら、あなたには私しかいないと、思い込ませようとしているのです。明日、何の日か知ってる？私、あなたを監視するように。夜が怖い。でも、あなたを愛したのは、すべてが演技じゃない。私、妊娠している。もうあなたは、私から逃れられない。彼女は、ライデンが任務に従わなかった場合の、最後の切り札でした。私は当初、ローズに対して嫌悪感を抱いていましたが、それもそのはず、主人公に洗脳を試みている人物に、好感など持てるわけがないのです。メタ視点で言うと、この直前で、オルガの告白のシーンが挿入されるのは、大切な人が人質に取られる事例を、事前にプレイヤーに印象付けるためです。また、メタ視点といえば、当作の伝説的な場面の一つ、いわゆる発狂大佐も、ライデンとプレイヤー心理に、重要な影響を与える役割を担っています。しかもこの場面、ライデンは裸で、冷たく無機質なアーセナルギアの中、プレイヤーとしても、心細さを感じる人もいるかもしれません。そのような状況下、執拗に繰り返される、大佐からの意味不明な無線。ライデン、今すぐにゲーム機の電源を切るんだ。なんて言った？任務は失敗に終わった。今すぐ電源を切れ。一体どうしたんだ？うろたえるな。これはゲームだ。いつものゲームなんだ。長時間プレイすると目が悪くなるわ。何を言ってるんだ？しかし、ずいぶん長い間ゲームしてるな。他にすることはないの？今回、参考のために、初見プレイの方の実況動画をいくつか見てみましたが、わけがわからないと困惑する人もいれば、あまりの不可解な言動に恐怖を覚える人もいて、中には大佐に対して、真剣に腹を立てている人もいました。これはサイレントヒルのように、ライデンとプレイヤーの、事故と現状の認識に、揺さぶりをかけるものです。これが現実なのか、ゲームなのか。では、俺が今までしてきたこと、ひょっとしたら、俺は彼女と会ったことすらないのかもしれない。しかし、ライデンの方を引っ叩くようにして、目を覚まさせてくれるのは、やはりこの人です。待たせたな。俺に言えるのは、俺の目の前にいるお前は幻じゃないということだけだ。自分の存在を証明してくれるのは、いつも、他者の視点なのかもしれません。そして、最後の場面。スネークは、人類の過ちである、メタルギアの根絶のために戦っているのに対し、ソリダスは、人々を愛国者たちから解放するために、メタルギアを彼らから奪い、電磁パルスを使って、人を直接は殺さない方法で、核を撃とうとしています。つまり、手段や経路、動機は違えど、やがては二人とも、愛国者たちに行き着く運命にあるというわけです。そしてソリダスは、ライデンとの対立軸を明確に打ち出し、二人だけの、最後の宿命の戦いが始まることになります。それでは最後のテーマはこちら。テーマ3、語り継がれるもの。メタルギアソリッド2のシナリオは、前作と同様、大別すると、四つの階層によって構成されています。一つ目の階層は、序盤で提示される物語。フォックスハウンドの新人隊員として、大佐の指示のもと、テロ集団の武装解除と、人質の救出に挑むライデン。この階層では、プリスキンと共に、デッドセルをめぐる攻防が繰り広げられ、テロ首謀者を名乗るソリッドスネークは、何者なのかという点に焦点が当てられ、シナリオが進行していきます。ファットマン戦後、ローズから、ソリッドスネークの死体の DNA を調査した結果、本人と一致したことを知らされますが、右腕が欠損していたというセリフで、さりげなく伏線が張られています。また、同じくファットマン戦後に初めて登場する忍者が、自分はラリルレロの使者であると名乗り、その後エイムズが、オセロットに対し、ラリルレロを出し抜くことはできんぞと言って、意味ありげな援護が立て続けに提示され、忍者とエイムズは、ラリルレロ側の人間であることが示唆され、二人が共にライデンに手を貸すという、後の展開につながる状況の一端が示されています。
二つ目の階層は、スネークとソリダスの、新型メタルギアをめぐるシナリオです。ソリダスは、元デッドセルのメンバーたちを利用し、裏切り者を炙り出すためにライデンを泳がせ、大統領と部分的に利害が一致し、水面下で核発射の準備を進めています。大統領との対面シーン、ライデンが自分はフォックスハウンドだと告げると、彼はそういうことか、と一人で納得します。これはつまり、ライデンが愛国者の手引きによって、ソリダスの企みを阻止する役割として送り込まれたことを、彼は即座に理解し、一時は、自分も愛国者の一員となるために、愛国者たちに背き、ソリダスに協力する姿勢でしたが、愛国者との闘争は、世界の破滅を招くことになると恐れたため、それを望まないリアリストとして、方針を転換し、彼が愛国者の思惑を追従したことを表しています。三つ目の階層は、愛国者たちの計画。前作同様、またしてもオセロットがスパイとして暗躍。愛国者たちは、新しい支配構造の確立を担う、GW を完成させるため、S3 計画を実行。ライデンやソリダスを利用し、情報統制の完遂によって、世界の完全なる支配を目論み、子供を盾に、オルガを従わせ、ソリダスの元に送り込む一方、ライデンの実践的な補佐役を担わせています。ライデンと大統領の対面シーンで、彼はライデンの性別を確かめますが、これは、愛国者に脅迫されているオルガのことを、示唆しているのだと思います。この階層に至るまでの伏線は実に巧妙で、例えばライデンがエイムズと接触する場面。オセロットが、DIA の偽装技術は二流だというのに対し、エイムズは何のことだとしらを切りますが、オセロットはお前の正体は分かっていると畳みかけ。このやり取りを通じて、エイムズはオセロットが愛国者のスパイであることを見抜き、その直後、ペースメーカーを操作され、彼は暗殺されることになります。それから、オセロットが大統領を手にかけた直後の、ライデンのセリフ。大統領が死ねば核が撃てなくなることは奴らも知っていたはずだ。やはり賢明にも、ライデンは問題の本質を見抜いていました。つまり、オセロットはもともと核を撃つ気なども疎うなく、むしろ、それを阻止しようとする、愛国者側の人間だということが、はっきり示されていたというわけです。しかし、前作でオセロットに出し抜かれた男が、最後の最後に正体を現します。こちらが四つ目の階層です。リキッドは、2年前のタンカー事件の時から、オセロットに成り代わり、愛国者に従うふりを演じながら、再起の時を見計らっていました。ハリアー戦後に、大佐が動揺し、スネークたちはシミュレーションに含まれていない、不確定要素だと口にする場面がありますが、それもそのはず、スネークとオタコンをビッグシェルに誘い込んだのは、リキッドだったからです。そして彼もまた、愛国者たちの抹殺を計画していたことが明らかになります。エマの作った GW は、噴射光樹の現代版とも言うべき代物で、そこに、自然と打たされ、選別されて進化する、遺伝子のロジックを用い、先民思想的概念を加えたものです。そしてアーセナルギアは、核を搭載し、サイバーテロ対策も施された、GW を守るための要塞として作られました。さらに、前作と同様に、実際の出来事、2000年問題を用いたファクションの手法で、物語のリアリティを補強しています。システムはまだ完成しているわけじゃない。状況を判断するためのファクターが不足している。大規模な実験を近日中に行うという話を聞いている。エマからこの話を聞いているとき、大規模な実験はすでに進行中で、佳境を迎えつつあり、皮肉にも、その不足分のファクターは、愛国者たちを葬ろうとしているソリダスや、ライデンの行動によって、着々と埋められようとしていました。そして、最後の戦いの前に挿入される、大佐とローズの、約10分にも及ぶ長い無線。愛国者たちの言い分。
君たちが切り出すクソの山から我々が価値のある真実を選び取り残すべき意味を紡いだ。自分なんてものがあなたにあるの？あなたは立派よジャック。自分を確立してるもの。だがそうやって自分で作った自分にもかかわらず何か都合が悪いことが起きるとそれを他の何かのせいに。俺のせいじゃない、君のせいじゃない。そしてまた別の口当たりのいい真実を探してそこに癒しを求める。今まで利用してた真実をあっさり使ってたね。これは一種のロールプレイングなのだ。役割を果たせ、役割を演じきる。またボスに相談か。じゃあお前もこの私を倒し過去を清算しない限り、お前の両親は俺が殺した。ほら、どうすればいいんだ、どうすればいいんだ、どうすればいいんだ。自分で考えろ、自分で考えろ、自分で考えろ。エヴァ、こうしよう、こうしよう、こうしよう。俺の心臓に耳を当てて、心臓に耳を当てて、俺の心臓に耳を当てて。君は泳げるな、君は泳げるな、君は泳げるな。さあ行くんだ、君ならきっとできる。小島監督が信じていること、次の世代に伝えたいことは、スネークやオタコンが作中で代弁しているのかもしれません。小島監督も私も、そしてこの動画をご覧になっている皆さんも、何を信じるかは人それぞれです。しかし人を傷つけない限りにおいて、伝えるべき何かを自由に選べるという価値の尊さは、これからもずっと不変であってほしいと私は思います。私にとって大佐やローズの辛辣な言葉は、人間が決して完璧な存在ではないということを改めて気づかせてくれるものでした。決して完璧な存在ではないからこそ、人間は様々な出来事や経験を通じて時に絶望し、痛みを覚え、悲嘆に暮れることになります。そして絶望や痛みや悲しみの末に掴み取った、私たちが自由意志で選択した血の通った何かにこそ、人間が後世に伝えるべき価値を見出せるのではないでしょうか。遠い昔から伝えられる多くの物語は、いわば人々の自由意志によって長い長い時間をかけて選ばれてきたものです。盗作の考察を通じて、人間が物語を紡ぐことの意義と意義深きゆえに、それがいかに困難であるかということを改めて考えさせられました。本日の考察は以上になります。ありがとうございました。今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。次回のゲームやわは、11月15日更新、取り上げるゲームは、PlayStation 3、Xbox 360 ソフト、Fallout 3です。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。